陳識は中国語漢末期から三国時代の植漢にかけての武将。歌謡国史や史実岩では陳会と表記されている。時期は定かではないが、劉備に従った。劉備が冠中を攻めた際、陳識はバナル角道の封鎖のために派遣されたが、徐行に敗れた。医療の戦いでは劉備に従い、将軍としてクレハンと共に水軍を率い、 医療に駐屯した。陸村の加工で大敗し帯びただし式被害が出る中で、彼の部隊は、白帝城への帰還に成功した。229年に諸葛亮が再び北伐の軍を起こした時、陳識は、先方の総大将として、武都と影平を攻略し、その功績を挙げた。また、諸葛亮自身は、権威を攻略し、陳識と共に、 当地付近に駐屯していた義の各順を攻撃しようと試みた。各順は一旦出撃したがすぐに退却し、そのまま老政方面から撤退した。諸葛亮、陳式とも、これを追撃しなかったという。以降、司書に記述は見当たらない。小説、三国支援義では、官中攻防戦において、公中の武将として登場する。 過去なおの軍勢と戦い捕虜となるが、高中も過去なおを捕らえたため、数日後に双方の人質交換で無事に高中の陣営に戻されている。その後、北伐では義のと共に軍令を無視して義軍を追撃する。しかしその結果、大敗して多くの兵を失ったことから諸葛亮の怒りを買って斬首されることになっている。このように演技での陳式は、 本書扱いされることが多い。演技の工事本では、三国志の著者、陳樹の父、要方針本では、陳樹の祖父とされているが、神女、陳樹伝に、そのような記述はない。陳樹伝によると、陳樹の父が、馬職の三軍で、馬職の死刑に連座して、根刑に処されたとある。演技では、こうした話をもとに、 陳樹の父としての陳識が諸葛亮に処刑されるエピソードが創作されたのであろう。ありがとうございます。